はい、皆さんこんばんは。それでは今回もですね、コアとマーラの5人の海賊の続きの方をやっていこうと思います。で、まあ、前回ですね、氷山の、眠っていたロボットの方が、まあ、暴れ出したということで、そちらと戦ったわけですけれども、その際にね、氷山に閉じ込められてしまった、海賊船に乗っていた人たちをね、助けたんですけれども、その中の一人がこのカリスの町でなんか技術屋というか工房みたいなのをやっていて、でここね、いつでも戻ってきていいよ、あ、入ってきていいよっていう風にね言われたので、早速ね、なんかアンロックされたのかな、やってみましょう、入ってみましょうか。いや、コア戻ってこれて嬉しいよ。氷山は凍るほど寒かったからね。まあそんな格好じゃね、めちゃくちゃ寒いですよね。みんな元気ですよね。ここに戻ってくるまでどうだったの？まあリティオが先導なんて不向きなんだよ、知ってるだろ。とにかくお店によく来てくれたね、いらっしゃい。溜まった仕事を片付けてさ、試練で使うメダルの準備をしているのさ。ここではね、これまでのベストタイムや獲得したメダルを確認することができるんだよ。それはいいね、とっても早いんだから。ははは、全部のメダルを取れるかもね。あ、なるほどね、ここで金メダルとか取ったのを確認することができるんだ。これでまだね、取れてないのとか、確認することができそうですね。まあ、とりあえず、今は大丈夫かな。それでは今回のね、新しいマップの方また進んでいこうと思います。今回は、火山島ですね、黒火山島に、行こうと思います。ここかな、黒火山島。早速行っていきましょう。マグママウンテン、あ、なんか2ステージしかないのかな。ってことは相当難しいのか、なんかまたね、周りに違う火山島があるのかもしれないな。で、ここは進んでて大丈夫なのかな。音楽が結構エキゾチックな雰囲気がして面白いな。で、なんかサボテンみたいなのとかがあったりするけれども、これは何だろう。こんにちは、入れないか。あ、羊、黒羊、あ、白い羊もいる。よいしょ。ふう、歯車か。矢印がこっちだから、こっちにきっとアイテムがある。はい、あ、これか、これぶっ壊せばいいの。よいしょ。お、オッケー、ナイス。一応これね、ちょっと持っていきましょうか。前回もね、最後にこの使う投げるやつをね、使うところが出てきたりしてたので、もしかしたらね、これ持ってった方がいいかもしれないですね。よいしょよいしょよいしょ。あ、でも普通に折ってた。うん、今のところはそこまで難しくはないけれども、あ、よいしょ。あ、待って、穴が開いてる。あ、やっぱりなんかある。なるほど、これで上に登るはしごが、おお、はしごじゃないけど、よいしょ、歯車が出てきましたね。危ねえ危ねえ。よいしょ、待って待って、歯車半分に割れてるってどういうこと？よいしょ、チェックポイント、よしよし、いい感じ。これどっちだろう、こっちかな。あ、折っちゃった。熱い熱い熱い。ちょっと待って、一回回復させてください。よいしょ。すごい、コバちゃん、マグマに乗ってもよいしょ死なないんだ。嘘だろ。やばい、グデグデだ。間違えてローリングしちゃったよ。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。ここはちょっとダッシュ禁止です。あ、嘘。ダッシュをせずに、普通にね、走ってった方が、歩いてった方がいいですね。
。これで、ここの上に届かないよね。あれ？あ、死ぬこれ。これどういうことだろう。ん？あそこはまだ行けないのかな。あ、待って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 。よいしょ。ふっ。あれ？よいしょ。これ進む道、もしかして、こっち？違うよな。やっぱりここで、よいしょ。ダッシュジャンプしなきゃダメだったのか。あのね、さっきの右側の通路は一体何だったんでしょうね。届かない。あー、いつも落としちゃった。よいしょ。よいしょ。で、ここの右には何もないか。よいしょ。で、これ溶岩の波が来てるのか。怖い。沈むこれ。熱い。待って待って待って。沈むんだこの岩乗ってると。そして復活しないのか。え？待って待って。岩復活しない？そういうこと？一回ちょっと戻らなきゃダメなの？あれ？ちょっとダッシュで届くかな？届くわけがない。これは一発で行かなきゃダメでしたね。よいしょ。やばい。今までで一番沼ってるぞ。よいしょ。まあでもルートが分かれば。よいしょ。こっちのもんだ。よいしょ。オッケー。で、あ、ここになんかぶつけなきゃいけないんだ。どっかにアイテム落ちてないかな。戻って取ってこなきゃダメかな。あ、ここにあるじゃん。よいしょ。で、これがゴールの道で、多分ね、右側に行くと、最後のね、3つ目のアイテムが木に入ると思うんですよね。よいしょ。よいしょ。よし。真珠がありましたね。最初ね、これ何かと思ったんですけど、よいしょ。ま、村でね、盗まれてしまった家具とかを、取り戻してくれる、商人みたいな人が真珠って言ってましたよね。よし、オッケー。下ってしまいましたが、なんとかクリアできました。わあ、銅メダルも取れない。で、次が母さん内部。もうなんか海賊とのバトルになるのかな？これがここの母さんの海賊？こんにちは。親子は会えて嬉しいよ。そんな離れた場所で何をしてるんだ？ドナー、もちろん、ドナーに会いに来たの。あと、マーラの5人の海賊の試練にも参加するんだよ。あ、このドナーっていう人は、海賊じゃないんだ。この島のどこで試練をするんだ？ああ、そうか。だから海賊が厄介なことをしてくれたんだね。他にレースができる場所なんて、いくらでもあるだろう。そうでもないみたい。まあいいけどさ、たまに人を見れるのも悪くはないね。遠くからなら、火山橋の装置が壊されていなければそうなっていたかもね。火山橋の装置？どんなの？知らないと思うけどね、昔海軍がここで特別な作戦を行ったんだよ。危険な地域だからね、安全対策は相当厳しかった。ねえ、お茶でもしながら話さないかい？新種のハーブを育てることに成功したんだ。後でならいいよ。
ねえ、それでどうなったの？うん、さっぱりしてるな。何がどうなったって？海軍の特別な作戦だよ。うん、ああそうだった。ある日火山が噴火してね、誰にも止められなかったんだ。そして全てダメになってしまった、うん、火山の内部につながるこの橋だけが動いていたのさ。海賊が来るまでは、うん、もしかして地図のかけらのありかを聞いたりしてない？うん、いや何も。彼ら火山の中に入ってさ、どうやったのかは知らないけど、橋を動かす装置を壊して去っていったんだよ。壊しただって？どうしてあんな不器用なんだい？それを直す方法はないのかな？うん、そうだね。あそこにある2つの島が見えるかい？それぞれの島にはレバーがあってね、2段階セキュリティとして機能していたのさ。今回のような緊急の場合に備えてね。なるほど。レバーを引いてみてごらん。そうすれば火山の中に入れるよ。うん、わかったよ。いろいろありがとう、大人。どういたし。え？私ってば、あの子に火山の中へ入る方法を教えちゃったのかい？はい、教わっちゃいましたね。それでは、その他の島のレバーを下げて、このね、火山に入れるようにしましょうか。ここかな？歯車の湖。やってみましょう。なんかね、雰囲気さっきよりも難しそうですね。うわぁ、そのマグマの波が結構、あ、間違えた。よいしょ。結構いやらしいなぁ。で、アイテムは入り口のあたりにはなさそうだ。よいしょ。よいしょ。結構この歯車、速度が速いなぁ。この上下の速度がね。よいしょ。いきなりチェックポイント来たったけど、よいしょ。ふう。で、多分左側にアイテムがあると思うんですよね。やった、あった。オッケー。よいしょ、よいしょ。よし。ここまでは順調だぞ。よいしょ。あ、これ当たる。危ねえ。いてててててよいしょ。うん、あ、マグマが即死じゃなくてよかった。これは持てるの？これ虫か。ここに住んでる虫っていうこと？よいしょ。あ、なんかチェックポイントって来たぞ。よいしょ。この上にもなんかあるのか。よいしょ。これだけ？かな？こっちかな？進む道は。で、これはまたね、沈んじゃう足場なので、ちょっと早急に、渡っていかないといけないですね。よいしょ。イエーイ！ふぅ。あ、これはちゃんと歯車同士がなんか、ちゃんと絡まって動いてる。けど、斜めの歯車って、そんなのあり？よいしょ。よいしょ。危ない！危ない！よいしょ。結構危なかった。え、待って待って。アイテム取り逃してる気がする。よいしょ。よいしょ。ふぅ。これね、左の方に多分なんかあったと思うんですよね。これ、いけるかな？左。よいしょ。こっちかな。よいしょ。あれ？なんか真珠だ。一個取り逃してるぞ。待って。これ、なんか逆走みたいなことしてる？待って、一回戻りたいな。よいしょ。なんかショートカットみたいなことしちゃったかもしれない今ね。あそこの道は通常の道じゃないな、きっと。あっちー、あっちゅ、あっちゅ、あっちゅ。あれ、でも
こっちしか行ける場所ないか。あれ？じゃあもう一個のアイテムはちょっと戻らないとないのかな。このゲームね、戻るのがすごい難しいんですよね。このカメラを自由にね、回転できないので、前のところがどんなね、ギミックだったのかっていうのを覚えてないとね。よいしょ。あ、間違えた間違えた。よいしょ。どこにあるかな。ここの右の方かな、もしかして。いや、こっちから来たからないな。あれ、あれれ、待って、あ、やば、あ、死んだ。戻れないしない、戻れないよね。よいしょ。あの上かな、違うよな。ちょっと一回クリアしちゃいますか。あ、熱っ。よいしょ。ちょっともう一回やり直して、あのアイテムの位置を探っていこうと思います。よいしょ。あれば、これがレバーか。これで橋を下ろすんですね。よし、それじゃあちょっともう一回やってみましょう。あったー、こんなところにあったのか。え、ここどこ？あっつ。あ、このよいしょ、細かい岩のところ、足場の途中だったのか。完全に見落としてたな。よいしょ。よし、これでドナの言っていたレバーがこれね。これで残りは一つだけ。それではもう一箇所の方も行ってみましょう。あ、クジラ体当たり。よし、オッケー。もう一箇所はあそこかな。よいしょ。あ、樽外した。よし、行っていきましょう。灼熱レース、誰かとレースするのかな。あ、これね、またあの、ずっと走り続けなきゃいけないやつか。よし、行ってみよう。これもね、アイテムを回収するのが非常に難しいんですけど、ちょっとね、頑張って集めていこうと思います。よいしょ。これね、初見で取るのは結構運という、あ、左側だった。こんな感じでね、どっちかの通路にしかアイテムがなかったりするのでね。よいしょ。オッケー。それをうまくちょっと見極めながら、走っていかなきゃいけないので。よいしょ。おお、すげえ、大ジャンプ。よいしょい。これは右。よし。まあ見えれば、今みたいに見えればなんとかなるんですけどね。よいしょ。3つ目は取れるかな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ここか、こっちか。こっち行って、今度右行って。あ、右だった。間に合わない。ああ。はい、やり直しましょうか。今のね、歯車の、小さい歯車の方行かなきゃいけなかったのか。よし。まあでもこれでね、アイテムの場所は分かったので、そっちの方でね、取りに行きたいと思います。よいしょ。よいしょ、よいしょ、ここかな？これを右の方に行って、ジャンプジャンプ。
OK。 で、多分ゴールまであとちょっとだと思うけど、あ、これジャンプしなきゃダメだった。あち。OK。 なんとかクリアしたけどね、一個だけ取り逃したので、ちょっとねリスタートしていこうと思います。ついでにね金メダル取れればいいかな。はい、ここですね。ここの分かれ道を左側に行かなきゃいけなかったですね。まあ、看板が左ってなったので、普通のルートが左かなってね、ちょっと、邪推しちゃったら、逆、真逆でしたね。よし、それではね、この調子でクリアまで走り抜けたいと思います。クリアというかゴールか。こういうところはね、ちゃんとジャンプしないと、折ってしまうので、注意しないとダメですね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。よし、もうちょっと。よっ、ほっ、はっ、いやー、まあ、無駄に右側行ってみましょうか。よいしょ。で、ちゃんと最後もジャンプする。これで OK だ。イエーイ、ゴール。はい、ということでね、アイテム回収も無事に完了しましたね。で、これでね、2つ目のレバーを、上げることができます。上げるというか下げるというか。よし、これで火山内部の方に戻ってみましょう。よいしょ、行ってみよう。今回はどんなのが待ち構えてるんだ。ボス戦ですけどね。いや、どな、橋の装置を直したのかい。やるじゃないか。ありがとうね。後で直さないといけないと思っていたんだよ。ただ、こういうことをするには、年を取りすぎてね。それは、オレンジをたくさん食べていないからだよ。うん、まあ、どこから持ってきたんだい。島の白おばあちゃんのオレンジだよ。彼女は賢いね。これからは、言われた通り、オレンジをもっと食べることにするよ。よろしい。火山の中へ地図のかけらを探しに行ってくるね。またね、ドナー、うん。またね、お嬢ちゃん。気をつけてね。ん？ちょっと、今どこへ行くって言ったんだい。火山の中です。まあ、どう考えても、この橋を直したってことは、この中に行くに決まってますよね。これは普通に進んでいけばいいのかな？ただ、この落ちる、岩がたくさんあるな、いきなり。よいしょ。今回は普通のレースステージみたいな感じなのかな。よいしょ。普通にね、アイテムも3つありますので、なんか他の海賊とのバトルとか、そういうわけじゃなさそうですね。単純に難しいステージなのかな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。あ、なんかこれ壊せそうですよね、この岩。どこかから爆弾あった。爆弾ありましたね。よいしょよいしょ。ほら、 OK。 やった、アイテムゲット。あ、これ待って、早い早い。あ、待て待て、またダッシュか。ダッシュするところか。あ、あ、つい間違えた。で、よいしょ。なんか途中に歯車あったけど、あそこら辺にアイテム、あ、でも、二つ目のアイテムだ。よし、あの歯車はただの、ん？何何何？ボス戦？あ、やった、地図のかけら、見つけましたね。で、あっち登っていけばいいっていうこと？なんか音楽がなくなったけど、なんか不穏な雰囲気があり、ん？何何何何？沈むんだ、そういうことか。なるほどね。
駆け抜けろー。待って待って、アイテムどこ、アイテムがわからないよ。あと1個、どっかにアイテム、いやちー、よいしょ、あ、やっちゃったー。あ、もうここからスタートなんだ、よいしょよいしょここら辺にアイテムあったりする?ないか。あ、でもそんなに慌てなくていいのかな?よいしょ。ちゃんとここは避けていかないとダメージ食らっちゃいますからね。よいしょ。この音楽が慌てさせる音楽でまたね、ここか。違う。早く駆け抜けなきゃって思っちゃうんですけどね。おっと、ここか。よいしょ、よいしょ。ドカーン。あー、こっちじゃない。これ、進む道だよ、多分。アイテム取り逃しました。ちょっと、やり直しましょうか。よいしょ。はい。それではね、気を取り直して、途中までは、普通に進んでって大丈夫そうですね。あそこの爆弾があったところ、あそこにおそらくね、アイテムがあったんだと思います。よいしょ。よいしょ。マカー危ねえ。危ねえってか一発食らってるけどね。ここね、ここの手前、ありました。よし。で、爆弾も大丈夫か。ドカーン。これ何の音だろう。よいしょ。よーし。ゴール。うん。いやー、初見殺しでしたね。まあでもなんとか地図のかけらを手に入れることができましたね。これで火山の地図のかけらはゲットできました。ただいま。おや、戻ってきた。どこに行っていたんだっけ。もちろん火山の中だよ。地図のかけらを手に入れたよ、うん、そうかい、それはよかった。火山の中から。だ、大丈夫なのかい。やけどはしていない。いや、2回ぐらいね、ヨガの中でめちゃくちゃ折ってましたけどね、うん、そうか、よかった。お茶はいかがかしら。今すぐは無理だけど、私の代わりにサイミを誘ってあげてよ。彼女なら参加してくれるはずだよ。それはいいアイデアだね。彼女はどんなお茶が好きかしら。やったー。じゃあこれでまたね、新しいシーズをサイミに見せに行くんですけど、またね、ちょっと海賊レースだけやって、で、新しい、その海賊レースでの、なんだ、報酬の地図のかけらも、あ、ここじゃないじゃん。地図のかけらもね、合わせて、サイミのところに持っていこうと思います。ハロー、まよちゃん。で、今回は、火山島の海賊レースですね。やっていきましょう。かなり難しそうだ。これね、他のプレイヤー、キャラクター、NPC もね、よいしょ。この火山に落ちたりしないのかな?よいしょ。とにかく、これはね、スピードが優先なので、このダッシュジャンプを、駆使していかないと、マヨにね、勝つのは難しいんですけど、まあ、今回穴がたくさん開いてるから、勢い余ってね、落ちないようにね、注意していかないとダメですね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。やばい、危ない。ふう、ちょっと勢い余っちゃいましたね。よいしょ。よいしょ。もうちょっと。
OK、ゴール。待って待って、今回めちゃくちゃ早かったんじゃないの？まだまゆちゃんゴール来てないよ。やったー。え、誰も来ない。ダントツ1位取っちゃいましたね。よし、それじゃあサイミの方に地図のかけらを見せに行きましょう。サイミおばちゃん、おばあちゃんかな、地図のかけら持ってきたよ。親子は待っていたよ。地図のかけらを持ってきたんだろう。見せておくれ。どれどれ、これで右下か。エリット研究施設、ここでそろそろ終わりなのかな。この地図はね、エリット研究施設を示しているね。そこの海は汚染されてるんだ。近づかない方がいい。ふん、そこへは行ったことがあるよ。あるんだ。気をつけるし、何も起こらないよ。コア、お前はいつも同じことを言うし、信じたいけど心配せずにはいられないんだよ。それってサイミは私のことを愛してくれているからだよね。そうさ。そしてコア、お前も私を愛してくれている。うん、たくさん。おや、まだあるのかい。貸してごらん。どれどれ。これがね、海賊レースの方の、地図のかけらですね。あ、すごい。ここはなんか岩場で囲まれてるから、ジャンプできないと、入ることのできないところみたいですね。はい、ということでね、次がエリット研究施設なのかな。まあ、おそらくね、そろそろ物語も、終盤に、なってきたんじゃないでしょうかね。それではね、今回はここまでにして、また次回続きの方やっていこうと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。さようなら。